はい、今日はですね、恒例土曜日、土曜日はですね、毎週だいたい、前回も出ていただいたですね、コン君と田中さんという人がだいたい土曜日来てくるんですけど、今日はコン君が来てこうして、手伝ってくれてます。実はですね、コン君は今日が最後なんですね。なんと明後日、長野にですね、住み込みの研修に行きます。彼とはですね、昨年のちょうど今頃4月の東京都内のイベントで、コセガレネットワークというののイベントで出会って知り合ってですね、ちょうど彼がボランティアで僕のブースを担当してもらってですね、そこでまあ、知り合いになりまして、彼が週に1回手伝いに来てくれることになって、まあ彼は20代の若者なんですけども、体力、知力、あらゆるものがですね、非常に備わった優秀な若者だと、いうことで、一生懸命彼も僕のできるだけのことは教えたりしたんですけども、どうやら顔が赤くなってるようで、まあそんなことで、長野に彼はしあさって旅立つわけですね。いろんな若者を僕はもう以前の農園から見てきたわけですけども、農業やりたいという若者はいますが、実際にそれでお金を貯めて、あるいは彼をですね、僕がとりあえず、農業以外でも体力つけるために何か肉体労働をしなって言ったところ、彼は飛びの仕事をですね始めたんですね。そういったことを実際に行動に移してですね、実際にやって、そして資金を貯める、そこまでやる人っていうのは実際にはそうはいないんですね。そういう意味では彼は非常にやる気のある、ガッツのある優秀な若者だということが言えます。今日で、しばらく彼とはもう会うことはないんですけれども、私としてはですね、本当に、頑張ってほしいって、おそらくですね、彼は成功して、いつかフェラーリに乗ることだと思いますけれども、その時には私も、助手席に乗せていただきたいなというふうに今のうちからお願いしている次第です。ということで、今日でお別れの研修生コン君でした。